ループ26。あ、上院か。もうオッケーオッケー。これ役職とか減らした方がいいのかな。でも全増しでやりたいよな。全増しでやった方が上手くなりそうだしな。じゃあとりあえず留守番だーれだ。はい。あ、米鍵米か。まあ、この場合米嘘つかないよな。あ、セツさん、船に残ってた私とコメットは互いの潔白を保証できる。異論はないよね。オッケー。セツさんと米は候補から外れる。エンジニアだーれだ。 SQ ちゃん、 SQ ちゃんエンジニアなのです。グノーシアなんてバンバン発見しちゃうぜ。頼りにしてるよ。どう、ジナピ、ジナピと SQ ちゃんか。初期面だな。で、ドクターだーれだ。医大出てるのだーれだ。乙女ちゃん、はい、乙女ちゃん。お、ミンミン、ミンミンベーゼか。と、変語字を。乙女とシャーミン、君がドクターだというのなら私はなんだ。変態だろ。ってことは、待てよ。バグ狂人いるから、この中に本物は2人だけ。つまりグノーシアが少なくとも1人はいるってことだな、この役職を持ってる人たちの中に。オッケーオッケー。あ、ゆり子様、協力を要請している。留守番節さんに断られとる。いや、ちょっと待って、初日誰に投票する？あ、乙女ちゃん。いや、ちょっと役職持ってる人は外さない。お、パーブリックエーネミー乙女、はっはー。テンション高えな。パブリックドスケベがよ。あ、乙女ちゃん、キュアはキュアなってる。あ、ラッキーは乙女ちゃんカバー、なるほど。おー、ステラさんもかばっていらっしゃる。これは信憑性特大アップキャンペーンですね、乙女ちゃんの。どうしよう。まあ、強いて言うならゆり子様。いきなりセスさんに協力を要請したゆり子様かな。とりあえずゆり子様で。じゃあ、いや、マジ初日はさ、おお、ゆり子様いけそう。お、変文字なんで、ちょっと。あ、変文字いかれたか。ちょっと変態ドクター、変毒、変毒いかれたか。嘘バレたか、これ変毒の。ちょ、ゆり子様言っとこうか。ゆり子様、お前はなかなか興味、あ、興味深く見てる俺の。しげちゃん、しげちゃんいかれた。しげみつさんがラーメンに頭を突っ伏して死んでいます。報告。お、ジョナスイズグノーシア、イエー。マジでお前嘘ついたら100ベーゼの刑だぞ。あ、乙女ちゃん違う、なるほど。グノーシアさんじゃなかったの。いや、これ変文字が本物の可能性はあるんだよな。あ、エスケちゃん、ラキュはグノーシアであります。マジ見通しちゃったの。あ、ジナピ、ランタン調べたけど人だった。あ、なるほど、まあ、ジナピの信憑性ちょっとアップだけど、これは。あらら、ラブリーランタンと遊んじゃう。どうしようかな。まあいっか、もういいよ。じゃあ久しぶりにうちら最強ギャル同盟組んじゃおうよ。 SQ ちゃん、 SQ と JL でさ。あ、レム疑われとるぞ。あー、まあレムをありだな。あー、シピ兄にも心配されとる。うん、レムをどうしたん、話聞こうか。お前、いや、俺はここはかばない。お、あー、ゆり子様の余興出た。はい、ランタン人間です。ジナピ、そう、私は人間。お、ジナピ言った。俺も、僕は人間です。それが何か。レモンも言ったか。お、ラッキーも言っとる。ふーん、まがいものニュースを言わせたいんだ。そういう非論理的なやり方感心しないな。まあ僕は人間だから別に構わないけどね。シピニュ、あ、俺はそうだな、少なくともグノーシアとかじゃねえけどな。はいはい。で、あ、ククルンも言っている。ここで宣言した人は信憑性あるってことになんのかな、これ。乙女ちゃん、キュッ、私人間って言っていいのかな。あ、でもグノーシアさんとかじゃないのです。乙女ちゃんだとこうなるの。ご苦労、疑うべきは誰か、これで分かりましたね。今宣戦を拒んだ者たちは SQ ちゃん、ステラスさん、ミンミン。おっと、ステラスさん、あれ、いや、 SQ ちゃん、 SQ は何か書く、いや、なるよな、そうなるよな、あれ、あ、SK ちゃん疑われてる。俺協力しちゃってんだけど、最強ギャル同盟組んじゃってんだけど、 SK ちゃんと。いや、ちょっと
ちょっと様子見。いやでもな、正直エンジニアまだ残っといてほしいけどな。あ、シピニー、シピニーか。まあ役職持ってないしありだけどな。あでも結構かばわれてんな、ミンミンもか。投票、 SQ ちゃんかシピニーになりそうだな。いやでも俺はシピニーかな。いやエンジニアちょっと残っといてほしいという。あー、おユリコ様も結構いいか。おーおおベーゼかよ。あれ、あそうか、先生拒んだからか。いや確かにそうだよな、先生拒んだの怪しいよな。グノーシアか、もしくはバグ。あ SQ ちゃんだ。 SQ ちゃんどうしたん。わーい、ラブリーランタンだ、会いたかったよ。あ SQ ちゃんのこの角度初めて見た俺。ねえねえ、今夜は二人で行くとこまで行っちゃう。あーいやごめん SQ ちゃん、俺心に決めた人がいっからごめんな、俺よりいいやついるって。別にどこにも行かないと答えた。まあそういう意味で言ったんじゃないだろうけど。チェ、残念、 SQ ちゃんもまだまだ女子力が足りぬの。女子力ってかお姉さん力はね。にしてもまさかランタンが協力してくれるなんて、こりゃ鬼に金棒ですな。でもさ、裏切られるかもって思ってない？ SQ ちゃんのことを信じてくれてるかにゃ。いやまあ協力したし、まあ今のところは信じてるよ。うん、 SQ 信用してる、うちらの中じゃん。うん、ふん、ありがとうっす。 SQ ちゃんもランタンのこと信じてるぜ。お互い助け合っていこうね。いや SQ ちゃん本物だったら、困った時はランタンにヘルプコールするから、その時は助けてねん。あ、オッケー、その時はタピオカすごい勢いですって。もしランタンが困ったら呼んで、 SQ ちゃん助けに行くぜよ。でも無理っぽい時はいかんぜよ。あ、土佐の女。まあ俺もやばい時タピオカ高速で吸うから。ってことでランタンこれからよろしくね。オッケー。お、スキル助けを求める。自分が疑われた時弁護する人を指名できます。へえ、演技力30必要。なるほど、じゃあこれを使えば強制的にステラさんを味方につけることは可能。あ、米米鍵、米米行かれたか。まあ留守番だもんな。さあ報告。あ、乙女ちゃん、シャーミンさん、グノーシアさんじゃなかったの。あ、そっか、ドクター残ってんのもう乙女ちゃんだけか。なるほどね。でエンジニアはククルシカは人だった、ククルン。あ、ランタン白であります。なるほど、 SQ ちゃんの露骨な助け舟。この助け舟超デコってあって可愛いね、 SQ ちゃん。 OK。 お、ユリコ様疑われてる。まあユリコ様ありなんだよな。いや敵だった時にね、怖すぎるからね。俺もカバイ、ジナピもカバイか。お、さてもうランタン疑う必要はないよ。ラッキーつまらないけどランタンが人間だってことは明白だから。あ、そっか、俺そうか。あ、そうだそうだ、二人に俺白出しされたんだ。なるほど。ありがとうラッキー。じゃあ俺ラッキーの膝の上座っていい？よいしょ。あ、ククルンがジナピと協力。ククルンなぁ。いや、かな。嫌なんだ。いや、ジナピがククルンにな、人間だっつってんだよな。ステラさんが疑われている、これは、かばい立てする。ジナピ、そういうの良くないと思う。ユリコ様、まずい、これはステラさんが。いや、そういう寄ってたかって疑うの良くないと思います。てか、そういうユリコ様、俺怪しいと思います。みんなどう？ユリコ様怪しくない？いいし、ガーステラさん、ちょっと SK ちゃん、タピオカ、スポン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 、助けて。あー、ステラさんが、やっぱあれかな、宣言してなかったからかな、人間って。お、ククルン、あ、ククルンどうしたの？ランタン、あのね、お、何か、お、シピニーは嘘をついている、シピニーか。いや、確かにシピニー、ちょっと俺も疑ってたな。いやでも待てよ、これククルンが嘘つきパターンもあるんだよな。セッサーン、セッサンが行かれてしまった。待ってよ、報告、ご報告お願いします。お、ユリコ様人だった、バイジナピ。お、ジナはグノーシアであります。なるほど、まあ SQ ちゃん目線だとそうなんだろうけど。お、乙女ちゃん、ステラさんグノーシア、キュアー、そんなことある？
いやでもな、乙女ちゃんが本物かどうかがまず。いやまあちょっと整理するか。ドクターがこんな感じで、エンジニア S 級ちゃんが本物だとしたらもうグノーシア2人割れてることになるんだよな。で一方ジナピはまだ1人もグノーシアを見つけていないということになって、で S 級ちゃん本物だとしたら、まあでもこの語りの中にグノーシアが2人いるパターンもあるからな。まあジナピがグノーシアだっていうのも別に矛盾はしてないんだよね。いやまだちょっと確定でこの人はグノーシアっていうのは出てない感じあるな。まあ、とりあえずシピニーでいいんじゃね。シピニー嘘つ、おジナピ S 級ちゃん疑ってきたか。まあそれは疑うよね。対抗エンジニアってやつだもんね。あー、ククルンも、いやここはタピオカスポンスポン大丈夫だよ。あ、乙女ちゃんかばった。お、シピニーもかばった。あー、シピニーがかばう。あー、ラッキーと協力を、お、受け入れた。なるほど、共同戦線張ろうってわけ。あはは、僕を選ぶとは意外と賢明だね、ククルシカ。僕としても手を組むのにやぶさかではないよ。嬉しそうだな。いや、ククルン、ジナピ、グノーシアで嘘ついてるパターンも。いや、まあ、とりあえずシピニーだな。シピニーを凍らせて。いやね、ククルンが言ってきたやつだもんね、これ。シピニー凍らせて、それの様子見るか。お、レムをかばう。レムオもなー、なんかなー。乙女ちゃん、乙女ちゃんシピニーなんか怪しい。乙女ちゃんも嘘つきなのかなー。いやマジでちょっと怪しいと多すぎない、今回。ククルンも乙女ちゃん疑い、いやそうね、乙女ちゃんシピニー怪しい気がしてきた。いやかばうし、やっぱシピニー。あー、これ乙女ちゃんかなー。正直ドクター、あー悲しんでる、キューン。乙女ちゃんの目から新たな乙女性が。んー、ちょっと、めっちゃかばうな、そんで。乙女ちゃんめちゃくちゃかばうな。ジナピもかばうのかよ。いやでも俺とりあえず乙女ちゃんで。いや乙女ちゃん怪しい気してきたな。シピにかばわれてるし。おーこの3人か。 S 級ちゃん、ゆりこ様、シピに。あー、こうなると俺はシピニーかなー。あー、SQちゃん疑われてる。いや、ここは、かばうか。まあ、協力してる手前。シピニーかばってくる。乙女ちゃんもかばってくる。あれー、ちょっと待って、SQちゃん。あ、ゆりこさんも疑われてる。シピニー疑われねえな。いや、これ乗っとくか。いや、これゆりこ様かなー。SQちゃんかゆりこ様だったら俺は、あ、結構かばわれてるけど、俺はゆりこ様を、凍らせたいと思っている所存です。あー、ゆりこ様、シピニーと一票差か。うわ、あ、これ俺がシピニー入れてたらシピニーいけてたのか。うわ、これもったいな。いや、シピニーの方が疑わしかった。あ、ジナピイベント何。お、今日も一日頑張った、シャワーを浴びて疲れを取ろう。おー、ちょっと待って、これは、あー、やっぱりじゃん。ごめん。え、てかこれ、ジナ、ダじゃねえよ、これ。あ、逆ギレする。いや、最低すぎるだろ、それ。いや、謝るよ。ちゃんと謝るよ、ここは。いや、ごめん。え、てかこれ、ロックとかかかんないの、このシャワー室。いや、ごめん。気にしないで。私がドアのロック忘れてただけ。あ、許してくれた。ありがとう。てか、早くドア閉めろよ。それにランタンなら見られても嫌じゃないから。いやジナピじっくり見てちゃった。いや、ジナピそんなん言っちゃダメだよ。俺みたいなやつはそんな言われたら勘違いしちゃうんだから。てかこれどうしよう、じっくり見た方がいいのかな。いや、ここでいやっつって見ない方がジナピを傷つけちゃうのかな。じゃあ失礼して。あ、めっちゃじっくり見てる。あ、でも真っ白。あ、嫌じゃないけど、ちょっとどうかと思う。いや、わからん。あ、そうなの、ごめん。難しい。見てもいいけど、じっくり見るのはダメなんだ。それじゃあ、私は出るから、また明日。まあ、そうだよね。じっくりが良くないよね。じっくり見るとね、ドスケベーゼになっちゃうもんね、そりゃ。レモー。俺がシャワー室で、ハプニングに合ってる間にレモーが。
やられちゃいましたか。あれってか、ちょっと待てよこれ。ちょっと報告を求めよう、乙女ちゃんに。レムオは人だった。まあそれはそうだよね。2人ともレムオ調べ。ちょっと情報増えねー。あ、乙女ちゃん、ゆり子様、人間。なるほど。ちょっと待ってよ。なんかあんま情報が増えてない気がする。でもなんか乙女ちゃん嘘っぽいんだよな。で、乙女ちゃんとシピニーがグノーシアだとすると、 S級ちゃんの報告と矛盾する。 S級ちゃん強靭かバグかな。いや、これマジ変おじが初日にいなくなったのかな。変おじの報告も聞きたかったな。まあミンミン本物だとしたら、変おじがグノーシアだってことでもう一人凍らせてることになるんだけど、まあとりあえず乙女ちゃんとシピニーだな、ガチで怪しいのは。とりあえず今回はその二人狙いで行ってみるか。いや、ほら、乙女ちゃんとシピニーめっちゃ可愛がってるもん。いや、これ乙シピじゃねえ。いや、シピニー疑わしいぜ。あ、ねえ、ククルンね。いや、ククルン嘘つきって言ってたもんね、シピニーのこと。お、ラッキーも乙女ちゃんを疑っている。いや、そう、乙女ちゃんも怪しいよ。同意を示しているククルンも。ククルンもシピニー乙女ちゃんだと思ってるのね。S級ちゃんかばう。シピニーもかばう。いや、S級ちゃんかばうの。いや、乗るか。うん、乙女ちゃん怪しい。乙女ちゃんかシピニーで行こう。ちょっと S級ちゃんに関しては、一旦保留にしとこう。うん。いや、マジ乙女ちゃんとシピニー露骨だなぁ、おい。もう目の前でベーゼしてるもん、この二人。あー、ラッキーも乙女疑っている。君は昨夜あんなところで何してたんだい？シピニーと、んーふんふんだろ。いや、これ乙女ちゃんじゃね、今回は。いや、乙女ちゃんめちゃくちゃ疑われてたし。さて、おーおーおーっと、 S 級ちゃんとククル、なんで、ちょっ、なんでこの2択、全然疑われてなかったよね。はあ、いや、まあそりゃククルは S 級ちゃんするわな。あー、 S 級ちゃんめっちゃ疑われとる。いや、ちょっと待って、SK ちゃん保留にさせてよ。ええー、いや、俺協力するっつったしな、SK ちゃんと。シピニー。いや、かばうか、かばうか。いや、かばう。俺も SK ちゃん信頼してる。限りなく黒に近いグレーだけど。いやー、そんでククルン。いや、ここククルン同調しないとダメだよな。いや、うちら最強ギャル同盟だから。裏切り者には CR のみだから。S級ちゃん信じてるよ。 S級ちゃんが信じてって言ったから、俺は S級ちゃんを信じるよ。ククルン、おやすみ。ごめん、本当は全然疑ってないけど。は？え？あれ？あ、 S級ちゃん生き残っちった。あはは、ラッキー。ククルン、グノーシア？え、いや、そんなはずないか。え、これは？ううん、違うか。ラッキーなんかじゃなくて、ランタンが助けてくれたからだよ。助けた？え、うん、確かに最後助けたよ。ねえ、ランタン。ランタンって、あたしのことを信じててくれた？それは、最後の投票見たでしょ？SKちゃん信じたよ。うん。もちろん信じていたと答えた。うわあ！はい、残念でした。はは、そんな簡単に人を信じたダメだぜ。俺の純真を返す。でもランタン最後まで協力してくれてたからね。消すには忍びないのです。だから。何これ？あ、わあ！私がずっと大事に飼ってあげるぜ。これつけてずっとね。あははは、嫌じゃない。全然嫌じゃない。むしろちょっと嬉しい。何これ。あは、え、待って、半数。あ、そうか、シピニー乙女ちゃん。うわあ、そういうことかあ。ボロ負けじゃねえか。あ、いや、でも、さっきの結末を思えば、
俺にとってはない、そのメリーバッドエンドと言いますか、SK ちゃんにね飼われる人生も特に悪くはないかなと思うわけですよ。あ、やばい、惹かれてる音がする。すごい惹かれてる気配がする、見てるみんなに。おい、ベーゼ、ベーゼ、ベーゼ、お前なら分かってくれるだろう、俺の気持ちをな。お前もドスケベーゼなんだからな、分かるよな。消されるんじゃなくて飼われるんならよくないか、お前も AC 主義者だしな。それを期待して AC 主義者になったみたいなとこあるんじゃないのか今回な。え、すごい、こんな結末あるんだ。SQ ちゃんに飼われエンドとかあるんだ。いや、まあ確かにね、確かに SQ ちゃんめちゃくちゃ怪しかったけど、途中から俺も実際疑ってたけど、あ、まあでもこういう結末になるなら信じてよかった。俺は幸せだから OK です。はい、じゃあ36ループ目。11人グノーシアに対ドクター守護天使留守番なしで、俺がグノーシアやりますか。いや、これグノーシアペアだからね。誰とペアになれるのか。ベーゼかよ、くそ。いや、まいまいまい、うんふんうんふんしてやろうぜ全員。つーか、俺らグノーシアって結局ボランティアみたいなもんじゃね。お、デベーゼ、どういうこと、ボランティア。俺らの手でこのクソ宇宙から消してやれば、そいつはヘブンに行ける。そりゃ俺にも分かってますけどね。あ、AC 主義者みたいなこと言ってる。なるほど。ああ、へいへい、やることはきっちりやりますよ。セイブザオールヒューマンってな。あ、グノーシアになるとやっぱ、消してやることが救済だと思うようになるんだね。そういうことか。11人、ステラさんあり。なるほど。オッケーで、エンジニアしかいないんだよね、人間側役職が。で、狂人とバグありか。あっ、早速ステラさんのラッキー疑い。このループでもラッキーはバスマットを濡らしているようだ。おー、しげちゃんも疑っている。あ、これラッキーいくかな、とりあえず。あっ、 SK ちゃんもラッキー、めっちゃ疑われてんな、おい。いや、とりあえずグノーシア側としてはおとなしくしとこうか。うん、こういう感じで他の人に疑いが向くのをね。生還。お、変文字も。あー、やっぱちょっと大げさに言っとこっかな、ここは。いや、ラッキーコーラスを確実にするために。俺はじゃあラッキーを大げさに告発するぜ。ラキオの危険さを誇張してみんなに伝えた。こいつ、足拭きマット一回こう、湯船につけてから使ってました。だからあんなびしょびしょなんです、毎回。こいつわざとやってました。あー、レムオカバイかよ。いや、でもこれはラッキーいったっしょ。んー、ステラさんお腹痛いです、違うの、ちょっと調子が変なのかなって。よくわかんねえことで疑いやがって。うー、ベーゼてめえ、こっち向いてよく顔見せな。いや、今日はラッキーでしょ、とりあえず今日はラッキーでしょ。俺もかばってきた。あ、しげちゃんまであった。新鋭隊やめろよお前ら。だから俺だってその新鋭隊入りたいけどよ。あ、そう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 、ベーゼ今日はラッキーでいいんだよ。そう、ステラさんに疑いを向けんのお前。もうとりあえずラッキーにしとこう。初日はラッキー。マジで疑われてる。いや、やっぱ俺のラキオはバスマットを浸している。あの説が効いたか。おー、満場一致だ。ステラさんに入れてんのはラッキー、しミンミンに入れてんのレムオ。あれ、レムオ、これもしかして気づいてる？なんでベーゼに入れてんだ。おう、ラッキー、とりあえずおやすみ。お前最近2日目以降生き残らねえの、なかなか。あ、ベーゼどうした、呼び出しベーゼ。シャーミンプレゼンツ、グノーシア杯、消えるのは誰だ、発表するぜ。イエーオーイエス、レムオ、レムオ。ふっ、つーことでだ。急に落ち着くなよ。え、誰消す。レムなんでも消しとけいいんじゃね。ま、なとこだろ。いや、確かにレムを気づいてる風だったけど。いや、待てよベーゼ、レムオはあのミンミンのことを疑ってたのだから、ここで下手にレムを消してしまうとあのミンミンに疑い行くことになるよ。いや、そうなんだよね。だからまあレムを早めに消すのは賛成なんだけど、できたら投票で消したいところなんだよね。ってことで、ちょっと待てよ、他の人に疑いが行くように、んっつって
ってもまあ今回満場一致でラッキーだったから、他を誰も疑ってないんだよなみんな。あーどうしよっかな。直感高いのはスピニー。あれもまあスピニーかな。じゃあ直感高いし、ちょっと嘘バレの危険性がある人は早めに排除しとくということで、オッケー、よし、今夜私がいただくのはシピニーです。さてさて、あ、そうか、これおっと、 SQ ちゃんラブリーシャーミンと遊んじゃうの。え、断るんだやめとけって SQ、 俺お前が思ってるようなやつじゃねえから。え、もったいねえ、お前協力。え、じゃあ SQ ちゃんラブリーランタンと遊ぼうよ。あ、断るんだ。んー、ステラさん、ちょっと、いや、まあ俺からしたらステラさんがセーフなのは確定の。お、出た、ちょっとステラ疑うやつは俺が許さねえ。ステラまずい、このループだ、やべえぞまずい、このまま行くとこいつ、いや、そのなんだ、とにかくステラ疑うなしな禁止レボー親衛隊が嫌がるこのループ、やっぱりまずいぞこれは。いや待てよ、ここでじゃあ俺はしげちゃんに疑い向けるかお前ふざけんなよマジで。いや、まあこれは別に流れ的におかしくないもんね。だってしげちゃん役職ないし、うやむやにする。悪いんだけど俺ちょっとトイレ、最近どうにも近くてな。おい残尿だけじゃなくて頻尿もあんのしげじ、泌尿器科系に問題抱えすぎ。終わったよ。あ、そんなんできるんだ。あ、でもいいよ、せっさん。しげちゃんに疑いを見てる。いや、ありだと思う、しげちゃん、マジで。おい、すけちゃん。しげみちやばすぎだからね。しげみちの残尿、マジ半端ないからね。残尿ってレベルじゃないからね。あれはもう本尿だからね。お、あれ?かばってる。しげみちさん、ひどいことできる人じゃないです。あら、乙女ちゃん、しげちゃんかばいか。いや、ここはまあ、俺、疑った手前反論しとこう。いや、疑わしいぜ、こいつ、うやむやにしたし。ねえ。怪しいよね、スケちゃん。ということで俺はシゲちゃん、まあこれシゲちゃん大丈夫でしょ、めっちゃ疑われてたし、シゲちゃん言ったっしょ。おーマジでミンミン、シゲちゃん変おじ、おーい泌尿器に問題抱えてそうなやつばっか集めやがって。てか変おじミンミンに入れてたな、気づいたのかな、もしかして。お、よー、シゲミス先生頼りにしてるぜ。え、俺のこと守ってくる。おー、かばうのそこ、マジか、しげちゃんの信頼を。ステラさんリスク評価が低くていらっしゃる、ステラさんの中で。しげみつさん、あ、レモが、いや、ステラ親衛隊仲悪いよな。いや、俺も加わるぜ蹴落とし合いだぜ。あ、変語字疑い。いや、変語字も確かにありだよな、ミンミンに票を入れてたからさ。あ、結構疑われてるし、ちょっとここで脅威を排除するという意味でも変語字を、変語字言っとくか。しげちゃんより変王子の方が怖いな今。あ、オッケー、いったんじゃない。よしよしよし、オッケー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 。いや待って、おい、ミンミン結構疑われてんじゃん、お前ヘイト買ってんじゃねえよ。沈黙は私も好むところだ。プルコギプルコギ、変王子おやすみ。さて、お、ああまたベーゼタイム。これは、お、シャーミンプレゼン、消えるのは誰だ、発表するぞ。イエー、しげみち、しげ、SQ ちゃん?あれ ?SQ ちゃんか。まあ無難なとこではあるか。まあ消えてもあんまり誰も疑わなそうではある。なるほど。あ、SQ ちゃんはしげみちにずっと投票してんのね。なるほど。まあ確かにしげちゃんに疑いを向けるという意味でも、SQ ちゃん消すのはありかもな。いや、せっさんの方がよくね?せっさんもしげちゃん怪しいっつってんだよな。いや、投票先に指定してる場合よりも、こうやって議論上で怪しいって言ってる人を消す方が、しげちゃんに疑い向くんじゃないの?いや、わかんないけど。どっちの方が影響力あるんだろう。まあまあいいや、とりあえず俺はまあ、接算でいいかなって思うんだけど。まあ、回り回ってしげちゃんに疑いを向けるために、今夜私がいただくのは接算で。まあ、いけるだろう。守護天使いないし。よし、オッケー。てか、エンジニアがさ、セッサンが、エンジニアがまだ出てないんだよな。
おおしげちゃランタン変じゃないか、気のせいだったら。あ、殴りかかってきた。は、あ、お前やっぱこいつ俺を、やべえ、こいつ切り捨てに来やがった、てめえ裏切りのベーゼ、こいつ何してんのマジで。あー、ステロさんありがとうございます、ありがたい。あー、ステロさん以外、やべえ、これ俺にヘイト見てる。おい、ミンミンとシゲちゃんがさ、なんかディープベーゼしてんだけど、え、ステラさんシゲちゃんかばってんだけど、あれこんな俺、お前すまん、正直嬉しいわ、絆が生まれてるここ。あ、そしてレムは反論、いや俺も加わるぜ。いや、シゲちゃん怪しいってマジで、大げさに言っとこう。いや、こいつさ、いや、宇宙船内のトイレの汚れの8割シゲちゃんだから、俺見たから、頻尿と残尿のダブルパンチで汚しまくってんの。おい、耳疑われてるぞ、お前どうすんだどうかしてるぜ。あ、しげちゃんがかばってる、なるほど。おー、ステラさんもかばってる、え、めっちゃかばれてるこれを狙ったのか、お前。あ、出たエンジニア。あ、やっと名乗り出ませんか、ステラさん。ステラさんの妖精。あー、乙女ちゃん、私エンジニアだから。おお、え、でもさ、これ乙女ちゃんが本物かわかんないよね、だって3日目だもんな、もう。まあ変おじかラッキーが、もしくはセッサンシピニアの中に本物がいた可能性が。おレモン、エンジニアはこの船に、あれ2人出たってことは、どっちか本物、もしくはバグ強人、どっちだ。乙女レムナン、自分がエンジニアっつうなら、まあ少なくともどっちかは強人だよな、多分。バグと本物が出るってことはなさそうだけど。あ、あ、待って、2人とも俺のこと人間だって言ってるこれなるほど、バグと狂人か、そういうことか。あ、よかったよかった。あ、ってことは本物も消えてるってことね。よし、こんなことあるんだな。あ、てかそうか、バグがまだ生き残ってるってことはバグを消さないとダメなんだ、だよね。で、バグはグノーシアジャト、ジャトって長老になりましたけど、バグはグノーシアだと消せないから投票で消すしかないんだよね。ってことは、レムオと乙女どっちも投票で消すことができればバンバン罪だな。てか、そういう風に仕向けないとダメだな。おい、しげじしげじがめちゃくちゃぶん殴ってくんだけど。いや、で、ミンミはなんで俺、あ、レモがかばってくれてる、珍しい。え、これシゲちゃんかな。まあ流れ的にシゲちゃんだろうな。いや、正直レムオか乙女ちゃんを投票でやりたいけど、ちょっと全然ヘイト溜まってないしな、この二人。まあ今回はシゲちゃんか。おお、おっと、乙女ちゃん、シゲちゃん、お、これは、あ、これなんとか乙女ちゃんに反らせないかな。そっちの方がいいな、これ。乙女ちゃんに疑いを。お、いいぞ、ミンミン、お前も気づいてるか。そう、エンジニアを消さないとダメなんだよ、投票で。あ、結構疑われてる。あ、これ嘘バレしてる、もしかして。その可能性あるな。あー、これ乙女ちゃんいったな。よし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 、いいぞ流れ来てる。で、これで乙女ちゃんがバグだったらなおよしだけど、それは確かめようねえよな。よし、オッケー、乙女ちゃんいった。まあ、しげちゃんよりはよし、しげちゃんよりは乙女ちゃんの方がよし、この場合。いいぞいいぞ、いい流れが来てる。あとはレムを凍らせられれば。おめえめえ、よく呼び出しあるな。シャーミンプレゼン、イエー、レムを。しげちゃんかよ。まあなー。いや、てか、そう、人数が少ないんだよね、もう。いや、レムをここで殺せたら、乙女ちゃんがバグだったってことでかなり安心材料になるんだけど、ただ怖いのはレムオがバグだった場合、ここでレムオを噛んで殺せなかった場合、貴重なグノーシアの1キルを無駄にすることになるんだよな。だから理想を言えば乙女ちゃんがバグで、レムオが強靭で、そのままこのまま数の暴力でグノーシア側の勝利が理想。てか、そうあってほしい。いや、俺はこれまでレムオとね、散々いがみ合ったりなんないしてきたけど、ちょっとこのループで初めて、俺、ミンミン、レムオで3人、
ね、仲良く手をつないでゴールイン勝利、それでもいいじゃないかね、そういうループがあっていいと思うんだよ。ということでどうしようかな、レムオ以外行くか。ちょっとレムオが強靭だっていうことを俺は信じて、レムオがグノーシア側だっていうことを信じて、今夜私がいただくのは SQ ちゃんかな。 SQ ちゃんずっとシゲちゃんに投票してるから、ここで SQ ちゃんを消すことでシゲちゃんにヘイトを向ける。うん、これでいこう。さあ SQ ちゃんいただきます。よし、てか今からレムオにヘイトを向けるのがすげえ難しそうなんだよな。こいつ全然疑われてねえんだよな。あ、ステラさんはグノシアではありません。まあレムオのこれはデタラメだからな。いや頼むぞレムオ、まあ信じてるぞ。おお、シゲちゃん疑ってる、ステラさんが。よしよしよし、これはこれは印象操作が効いていると見た。いやですよねステラさん。それに何よりこの男、あなたに横島な感情を抱いております。今すぐ排除すべきかと。おい、みんみんかばい続けるな。おい、え、これはじゃあシゲ、おレムオ、僕なりに考えたんですけど、ランタンさんを信用したいと思います。お前ありがとう、やっとやっとお前と仲直りできる日が来たんだな。ありがとうレムオ、一緒に勝とうなこの試合。おいおい大丈夫か、黙れランタンを信じゃ、黙れよ親衛隊からあぶれたやつはよ。あ、ステラさんありがとうございます。私はランタン様を信頼しております。僕もステラさんには永劫の信頼、そして感謝を。大丈夫ですよ、もし我々が勝ったとしてもステラさんには手は出しませんから。おい、ラーメンハゲ、てめえは泌尿器科に行ってろ。おお、匂うぜ重光、こいつは罪のスメールだな。お前が好きやっちまったんじゃねえぞ。ここに来て裏切ったこいつ、いややば、あんだけしげちゃんかばってたのに。おーおー、レムオン、いやこれしげちゃん言ったな。おい、トイレ行くな、待て、バン前に立ちふさがる。おい、トイレ行くな、漏らせ、ここで漏らせ。どうしてもっていうのはここで漏らせ。お前今は大事な時だ、トイレなんか行くんじゃねえよ。ありがとうランタンさんを信用したいと思います。レムオン、マジお前ありがとうな。いや今まではいろいろあったけど、これから仲良くしよう。レムオン、いやまあしげちゃん一択、そしてレムオが強靭であれば我々の勝ち。いや大丈夫でしょレムオ、これ多分俺らがグノーシアだっていうのを気づいてさ、それでこうやってかばってきてくれたんじゃないのレムオは。さあおやすみしげじ、次のループでは泌尿器科行けよ、ほったらかすんじゃねえぞ。さて、う、終了条件見たと、よしで、お、レムオ、ああ、初めてです。こんな落ち着いた気持ちになれるのは。え、待って、これどっちだ？お前、どっちだ？レム、信じてるぞ。頼むぞ。だってもう終わりですから。辛い思いをすることも、もう二度とないんですから。これは、お前、ええ、終わりなんです。全部、この宇宙ごと。レムオーてめえ、うわーバグじゃねえか、ちょっと待って、おお、俺はお前を信じたぞ、なあ、今回こそはよお前と仲直りできたと思ってよ、あ、よかった。あ、よかった。今後はレムオと仲良しだ。やった、やった、と思ってよ。なあ、お前、マジでひどいよ、こんなの。ランタンさん、信用してますって言ったよな。ランタンさん、信用してますって言ったよな。だから俺はお前を信じたんだぞ。マジで、こいつ。レムオー